5月5日、生田は自身のインスタグラムで質問に答える形でファンから今日で妊娠9ヶ月です。出産怖いよというメッセージを受け取り、旦那様に無痛をねだりするかと返答しました。この返信が拡散されると、多くの女性から出産の苦労を理解していない発言で残念、本当に不快すぎる。考え方から言葉遣いまで全てが不快と厳しい批判が寄せられました。この状況を受けて、7日の夜に生田はインスタグラムで謝罪文を投稿しました。自分の発言で傷つけてしまった方がいるようです。ごめんなさい。費用はかかってしまうけど、恐怖心を緩和するためにも、一つの大切な選択だと勉強をしていたので、それをご家族で話し合われることもいいのではないかとお伝えしたかったのだけど、言葉足らずでしたと釈明しました。そして、質問くれた方も本当にごめんね。応援しているからねとファンに向けて謝罪と激励の言葉を送りました。しかし、生田の謝罪にも舐めてる、ピントずれてるといった批判が相次ぎ、炎上は収束していません。無痛分娩を軽々しく提案したことも非難されていますが、さらに多くの反感を買ったのは旦那様におねだりという言葉を使ったことでしょう。最近、自己決定権の重要性が広がる一方で、生田さんの発言からは、古い価値観が透けて見える。これは、妻が夫に頼るのが当然だという考え方だ。これまで生田さんへの好感度が高かったため、彼の発言に失望する声が多く上がっている。実際、X では未だに生田斗真などの関連ワードがトレンド入りしている。生田のインスタを見ると、最新の投稿には1100件以上のコメントが寄せられており、その大半が今回の発言を非難する内容である。奥様の命を懸けた妊娠出産、そしてその後の育児。本当に見えていますか？無痛分娩は妊婦にとって当然の選択肢であり、甘えのようなものではありません。本当に残念です。あなたの本性が見えてきてよかったです。イケパラの時から応援してきました。モラハラ気質なところが見えてしまったようで、なんとも残念です。謝罪文も中学生の悪ふざけのようで、アラフォーで一児の父が書いたとは思えません。本当に反省しているのでしょうか？がっかりです。質問者としては、ただ生田に対して応援したかっただけだろう。軽率な発言が思わぬ炎上を招いてしまったようだ。視聴者のコメント、正直、出産に対する不安を表明するファンの方が迷惑だなぁと思っちゃった。出産経験のあるママタレに言うならまだしも、生田さんにそれを言われると、ちょっと困るなぁと思う。どう返しても何を言っても出産のことを知らないくせにって言われちゃいそうだよね。前に元気な赤ちゃんを産んでくださいって応援の言葉にモヤモヤする人がいて、びっくりしたことがあるんだ。もし生まれてきた子に障害があったらどうするの？元気じゃなかったらどうするの？ってめちゃくちゃな意見だった。そんな風にしか考えられないなら、もう何も言わない方がいいのかなって思っちゃう。人によって受け取り方が違うから、言葉って難しいんだよね。SNS では悪気がなくても、こうした言葉がすぐに批判の的になることがある。すぐに謝罪をしたとはいえ、これ以上のことは、と考える。結局、こうしたことは本人だけでなく、関係者にも波及し、非難される恐れがある。芸能人であるからといっても、そこに言い訳をする余地はない。本人が謝罪し反省しているなら、これ以上のことは誰も求めていないだろう。そもそも、ファンがタレントに気軽に相談しただけであり、人生相談などではない。それを真剣でないとか軽率だと非難するのもどうかと思う。出産はリスクのあることでもありますが、発言者はその恐怖心を和らげて欲しかったのでは？無痛分娩も選択肢としてありだと思うし、母子ともに無事に出産できるならば、それが一番だと思う。
私は最近出産したばかりの女性です。生田さんのコメントは、女性と男性でかなり異なる解釈になると考えています。出産という命に関わる恐怖に対して、無痛をねだりという言葉が女性軽視と受け止められるのも理解できます。しかし、そもそも妊娠から実際授かる前から様々な不安や苦労、体調の変化と向き合い、壮絶な痛みや経験を経て出産する女性の心理を、実際に経験したことのない男性側に完全に理解してもらうのは、率直に言って限界があると思います。奥さんが出産経験があるからという気持ちもあったのかもしれませんが、出産の詳細や無痛分娩という言葉や内容を知らない男性も多い中、わざわざ生田さんに相談するのは、話す相手が違うのではないかと感じました。それでここまで炎上するのも、ちょっとなぁと感じてしまいます。したがって、この世からいじめがなくならないのだと思います。間違ったことを言った人に誹謗中傷していいと考える人々に、人間の本性がとか言われたくないです。この件でネットニュースを見て、生田さんの SNS に書き込みに行っているのが子育て経験のある親だったら怖いですね。子供を育てる親がいじめをするから、なくなるわけがありません。SNS は活動に必要なツールですから、続けるでしょうが、一つの間違いを必要以上に騒ぐ人々がいるから、もう質問コーナーなどはやってくれなくなるかもしれませんね。ファンの方にとっては残念でしょうね。有名人、特に人気のある人は SNS に手を出さない方が良いですね。このような問題、引き起こすデメリットはメリットを上回ることがあります。 SNS に熱心な人々は他の面でも熱心です。特に今は SNS の距離感と実際の距離感を混同してしまう人が多いので、コミュニケーションの方法には細心の注意を払った方が良いでしょう。たとえ気の知れた人との会話でも、その時のストレスやちょっとした言葉遣いで相手の捉え方がマイナスに変わることがあります。表情や抑揚のわからない文字だけの SNS で他人とやり取りするのは私にとって怖いです。本人は良かれと思ってやったことでも、不特定多数の人が見られる場で、しかも出産というセンシティブなことだからこそ、簡単に発信すべきではないのかなと思いました。本人の思っていることが伝わらないのが SNS だと思います。